強い寒気が流れ込んだ影響で、今朝の県内は各地で冷え込みました。最低気温は竹田で氷点下 5.2 度、湯布院で氷点下 3.7 度、佐伯市の梅で氷点下 3.2 度など、合わせて5つの観測地点で0度を下回りました。また大分市など6つの地点で今シーズンの最低気温を更新しています。現在時刻は午前9時、大分市中心部の気温は手元の温度計で 5.6 度です。私今日かなり着込んできたつもりだったんですが、それでも身震いしてしまうほど寒さを感じます。大分市の JR 大分駅前では多くの人が厚手のコートやダウンなどを羽織っていました。先週の季節外れの暖かさから一転、戸惑いの声も聞かれました。なんか数日前まで夏みたいだったのに本当に寒くて、朝自転車で来たんですけど、もう手の感覚がなくなるぐらいで、もう本当にびっくりしました。カイロとかも買ってしっかりと対策していこうかなと思います。